高坂の登場です。相手はあのヒョードル、強豪であります。高坂ガード上げた方がいいですね。あ、そうですか。おお、右のストレート打っていった。これ切れた、切れた、切れた、切れた。ま、切れました。どっちが？ヒョードル。ヒョードル。ヒョードル。ヒョードルが切りました。タイム、タイム。あと飛びましたね。今バッティングあったんですね。じゃあ打ってた時に。タイム、タイム。頭と頭。あ、感じました。見ました。おっと、これはなんか嫌な予感ですね。今日結構あのパンチでカット多いですね。うん、バッティングかな。一からするとパッティングっぽいですけどね。高坂の右のストレートはね、あの空を切ったと思うんですけど、その勢いで多分、あ、でもかすったら、かすったら切れやすいですね。うん、あるいはその勢いで頭が当たったか。これはストップですね。あーとっと、ストップ。ゴングゴングゴング、すぐ鳴らさないと。アクシデントによります高坂敦義選手の勝ちでございます。うん、いい、ラッキーですね。はい、いいですね。ヒョードルのちょっと力が、ね、見られなかったら残念ですけども、これもそうですね、この状態でやったらね、危険なことになってしまいますからね。かなりパック空いてますからね。高坂選手は結局テクニカルノックアウトですね、これね。ドクターが止めたんですか。ドクターストップの TKO という形だと思います。残ってるメンツはもうみんなあの誰とやっても厳しいんで、だからその厳しい相手に、まずあのぶつかっていけるだけの、その自分のキャパシティ自体をもうちょっと広げないといけないですね。でそれからさっき言ったその、あの自分の頭の中と今体が動いていることのちょっと調整をしないと、あのまあ、今回は勝てたから良かったですけど、それがあのすごく食らいついてくる選手とかだったらどうなってたか分かんないですからね。